パン、5月6日にマリオメーカー2の大会が開催。うちは横スクロール系のゲームを一切触ってこなかったという理由から、練習が必要という観点から、出て出ないんですけれどもあのね、ちょっとこれに関してはちょっと前もさ、そうだったんだけど、一個言っとくわ。大会に出るからには本気で練習しなくてはいけないということを身をもって今までの経験上から、感じております。うちはね、まあ大会でもそんななんかカジュアルなやつなんで練習しなくていいですよとか言われたとしても、絶対に練習が必要ということを身をもって経験したので、それでですね、まあ練習するとなると、まあうちの左手の親指の軟骨がないため、手がねすごく痛くなってしまうということで、大会系はもう申し訳ないんですけども、ほぼ出ないと思っていただいた方がいいかなと思ってます。スプラトゥーンとマリカに関してはある程度コツを得ているので多分出れるんですけど、なんか負けて悔しいからというよりは、まあ、大会だから練習しないと申し訳ないし、で練習ができないから出ないっていうような感じです。はい、うちが左手の親指の軟骨を、手術して人工軟骨入れたら大会とか出ようと思ってますんで、よろしくお願いします。いつ入れるんだっていう話ですが。